皆さんこんにちは、汐留はじめです。今回は山陰地方経について皆さんに紹介していきましょう。 JR 東海が公式に山陰地方経についてなんと続報がありました。新しい情報も分かったんで、今回はそんな山陰地方経について皆さんに紹介していきますね。そもそもの話なんで山陰地方経を導入しようと思ったのか、まずはこのことから紹介しましょう。山陰地方経を作った目的としては211系の置き換えですね。一応311系の置き換えとかもありえるかもしれませんが、一応今現在分かっているのが211系って感じです。 JR 東海の211系はまあとある4両編成に除いて全部 JR 東海が作った扱いになってますが、まあとはいえその一方でいくら JR 形式とはいえ作られてから30以上経過しているんで、さすがにちょっと古いかなっていう印象があります。 JR 東海の211系はなんか東京メトロみたいに内装も足回りも超大幅にパワーアップとかそういうことはなかったんで、特にすごい大規模に更新工事もされてないために、まあそろそろ廃車であってもしょうがないかなっていう感じはします。なんだかんだで作られてから30年以上経ってるんで、さすがにちょっともう古いから大体っていう方針だったのかもしれません。そもそも結構211系って最高速度が110キロとかそういう速度で走ることも多く、純粋にやっぱり足回りとかがまあ老朽化して置き換えていくことになったのはある意味不自然ではありません。また315系っていうのはバリアフリー化も兼ねてるかもしれませんね。当然ですが315系ってまあ今の時代作るってことからちゃんとトイレはバリアフリー対応になっています。既存の211系では残念ながらついてないそうなんで、ある種こういうバリアフリー対応の役割っていうのもあるかもしれません。あと一応既存の情報ですが、4両固定編成から作るそうで、今回の315系は4両編成と8両編成を作るそうです。4両編成を作るってことは、静岡地区は今現在3両編成で面接があり、4両編成や8両編成の運用が増えたら両数も増えて輸送力も向上します。こうなったら結構快適で便利になりますよね。今現在コロコロウイルスによって3密の回避が叫ばれてますが、こういうことにも役に立ちそうです。ここまでは大ばかり315系がなんで登場したのか、このことについて紹介しましたが、ここからは315系の新しい機能とかを中心に紹介していきましょう。昨日新しく公開された315系の内容として、エアコンをなんか AI に制御するってことが分かりました。ぶっちゃけこれ意味があるのかちょっと怪しいです。 AI って言ったらなんか最新の技術でこれからを牽引していくっていう風に思いがちですが、エアコンを制御するってちょっとあれっていう風に思っちゃいました。一応 JR 東海曰く AI の学習方法自体は一応この JR 東海の図に書いてますね。まずパラメーターとして湿度や温度、乗車率等のデータをサーバーに送信するそうです。そしてどうやらこのパラメーターに対して乗務員等が手動でどういう風に調整すべきかっていうデータを紐付けていくそうです。ですがやっぱり人間の主観も結構入っちゃって、例えば人によってこれは暑いとか全然暑くないとか、逆にこれは寒いとか寒くないとか、こういう誤差が入っちゃって結果的にうまく機能するのかちょっと個人的には心配ですね。またフィードバックの対象を1000人とか5000人にすると、まあ、ある程度はこういう誤差は減らせるかもしれませんが、やっぱり結局のところこれって普通になんか今までの自動制御で十分足りるんじゃないかっていう風にも個人的には思ってます。まあ単純にもしかしたらなんか AI とかの実験も兼ねてやってるって感じもあるかもしれませんね。ラッシュの時間帯とかの乗車率だったら結構同じ温度でも冷房強さを変えた方がいい場合もありますし、ある種こういうテストも含まれている可能性がありますね。実際これは問題があるのかなのか、まだまだ結構怪しい点もありますが、一応 JR 東海的には新機能なんで今回紹介しました。VVVF はもちろん今の時代に合わせてフル SIC でかつ新型のモーターを搭載しています。今流行りの全密閉式モーターですね。小田急はもうなんか10年以上前から使ってますが、最近では結構どこの会社もこれを使っている傾向があります。まあこの組み合わせ自体は結構すごい違和感があるとかそういうわけではなく、割と結構シンプルな印象がありますが、315系はそれに加えて故障検知装置もつきました。故障検知装置っていうのは文字通り電車の部品の故障を予知して早めにメンテナンスをして重大インシデントとかを回避する機能ですね。一応そういう機能がつくそうです。まあやっぱり昔新幹線で亀裂が入って東海道新幹線ちょっと問題が起きましたよね。まあそもそも問題だったのは JR 東海でもなく JR 西日本の川崎重工製の台車でしたが、ちなみに川崎重工台車って JR 東日本の E21 だけとかでも亀裂が入ったりとちょっと親っていうことはありますが、ちょっと話が結構逸れちゃうんで今回は深くは触れません。また窓ガラスがいわゆるなんか若干緑っぽいカラーのガラスに変更されます。まあ一応確か JR 東海でも
初採用ってわけではなかった記憶がありますが、今回のこの変更に合わせて315系はどうやら211系がついていた窓ガラスのカーテンを省略するそうです。211系ではついていたものの315系ではどうやら消えちゃうそうですね。まあとはいえ今の時代結構こういう蛍光電車がめちゃめちゃ増えてるんで、ある意味当然かもしれませんが、ちなみに JR 東日本は209系からずっとこのスタイルですね。ここまでは315系のうち、特に今回のプレスリリースで新しく分かったことを中心に皆さんにお話をしましたが、ここからはロングシートの呪いの話をしていきましょう。315系元から分かってましたが、改めてロングシートであることが判明しました。静岡地区ってなんかロングシートの呪いとかロング地獄とか、なんかこういう風に結構18キーパーを中心に苦情が来てますが、残念ながら315系もロングシートなんで211系や313系のロングとは全く変わりません。結局のところやっぱりこれまでロング地獄だったところはロング地獄のままっていう感じでしょうかね。一応両数は増えるんで通勤通学等には便利になります。あと結構細かいですが、座席のシートピッチが1センチずつ広がるそうですね。なんか最近結構いい25系1000番台といい、なんかこういう傾向で車増えてますが、ある意味最近のトレンドかもしれません。ちなみに内装についても今回分かっており、内装はなんか大まかに見とこんな感じです。見た感じ液晶モニターについては広告枠なしでなんか一面表示、あと液晶モニターがどうやら三菱製のセミサクロ、これっぽい感じしますね。つり革についた従来通り丸い形状で、まあ JR 東海同じ見て感じですね。あとドア付近の袖式についてはなんか透明ガラスになっていて、いい2390番台っぽいですね。1000番台はでかくなった代わりにちょっと透明加工がなくなっちゃいましたが、315系ではなんかするそうですね。このタイプのデザインが広がるか広がらないか結構今後気になります。とまあ見れば分かる通り、もう圧倒的ロングシートって感じで、残念ながらロングシートの雰囲気は変わんないそうですね。残念ながら18キーパーの願いっていうのは届きませんでしたが、実を言うと高齢者最高速度が130キロであることが判明しています。またなんか結構性能も当然ですが313系相当もしくはそれ以上の性能を持っているっていう風に想定できます。もしもこれが正しかったら当然ですが、315系って普通だけでなく快速とか優等列車等にもいっぱい導入することが可能です。そうなるともしかしたら新快速の運用とかにも入ってくる可能性がありますよね。もしもこうなっちゃうと新快速のロングシート運用っていうのが交渉化しちゃって、結構また18キーパーにとってはなんじゃこりゃって扱いを受ける可能性もありますね。これまではあまり多くなかったロングシートの新快速とかそういう運用についても今後は増えていく可能性があるのかもしれませんね。まだまだ本物の315系がどういう風に運行していくのか分かんない部分はありますが、今回のこの対応によって結構細かい部分まで315系の特徴が分かったかもしれませんね。内装の雰囲気とか AI の冷房とか結構分かった情報はあります。というわけで今回のまとめていきましょう。今回は315系の新しい情報等を中心に皆さんに紹介しました。既存の情報については過去の動画で紹介しているので結構細かくは触れてませんが、 AI の冷房制御とかいろいろと結構なんか新しいなっていうことはありますね。この方法が最適解だかについては実際使わないと分かんないですが、315系の今後は楽しみって感じです。でもやっぱりちょっと一部の18キーパーからはオールロングシートってことで期待外れっていうレッテルが貼られちゃう可能性もちょっとはあるかもしれませんね。ただ一応18キッパー的にもこれまでは3両編成中心だった昼間の静岡地区が4両編成だって可能性もあって、多少はちょっと乗車率が緩和されてなんか多少は快適だっていう風にも個人的には思うんですが、どうでしょうかね。シートピッチも一応1センチ拡大することが分かってますし、多少は改善されてるっていう風には言えます。まあとはいえやっぱりボックスシートが好きな方にとってはちょっと残念な結果とも言えますけれどもね。まあとはいえ結構315系ってこれからどういう風に活躍していくのかまだまだ分かんない点はあったりするんで、今後の情報に期待しましょう。というわけで皆さん今回の話を聞いてどう思いましたか？もしよかったらぜひコメントを書いてくれると嬉しいです。コメントをする際はぜひクリミーってタグを書いてくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道のことを知りたい方はぜひチャンネル登録してまた出身していきましょう。このチャンネルでは鉄道に関する新しい情報や未来に関する推測情報についていっぱいお話ししていきますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。というわけで今回はこれで終わりましょう。おまけコーナーも忘れずに、バイバーイ。おまけ
けとして311系も結構引退するんじゃないかっていう話についてやっていきましょうか。315系の両数って211系単品よりも結構多かったりするですね。だから213系や311系といったなんか近い形式についてもまとめて消えるんじゃないかっていう噂が立っています。まあ実際311系についてはしっかり速投とかの運行もあったりして、元から結構高速で走行する機会もあったことから、なんだかんだ言って老朽化は早いでしょうし、213系も少数形式で、製造年数的にも特別なんか、211系とはそんなに変わんないんで、まあ、この両形式については引退しても、しょうがないっていう風にも言えるかもしれませんね。具体的にどういう電車が完璧に消えていくのかとか、そこまでは残念ながらわかんない点もあるんですが、もしかしたら廃車ないかもしれません。まあ、要するにやっぱり、記録はお早めにって感じでしょうかね。最近は結構消えていくっていうアナウンスをしたら速攻で消えていくケースも多いですし、お早めの記録をお勧めします。というわけで今回のおまけはおしまい。